続きをやりたいと思っております。ほとんどこのマップは終わりなんですけど、この最後のフロンティアはね、ちょっとゆっくり開発したいなみたいな感じになっております。なんかね、いろいろあるんだよねなんかね、ちょっとずつね、直していきたいなみたいな感じがあるんで、ここら辺の路面電車とはどうなってるのかなと思って、ちょっと路面電車とかも見たいしね。昔から混んでるな。まあでも90人も乗れますからね、1台で頑張ってる。めったに人が乗らないからちょうどいいんですね。あんまり気にする必要ないね。もっとね、使ってくれると嬉しいんだけどね。
系とは知ってんだけどね、ちょっとずつしか利用してくれないんだよね。終点の駅だからバイパス線いらないんだよね。これでいいか。ここに寄せた方がいいかもしれない。でもね、乗り換える人いないんだよね。同じ方向に行くから。ライバル関係だからね。でもここはターミナル駅だから、まあしょうがないかなみたいな。つながっている。本当はそこをつなぐ。どうでしょう、つながりますかね。一応地下鉄なんですね。さすな、このセーブはありがたいけどさ、あいつでもそうなんだよね。これ通れるんだね。まあ嬉しいっていうかなというか、通過線がないんだね。いっそのことループしちゃおうかな。ループした方がなんか楽しいんじゃないかな。でもね、ちょっと難しいな、ループな。ここがもうこうなってますからね。これはどうかな。
して、ダッシングにして、ダッシングにして、止まらして。反対方向に回したいんだから。させて戻っていくと。で、問題はね、この快速線、この速いやつをどうするか。これはそのまんま ここに止まらして、あと通過して戻って、これでどうですか。ちょっとね、この急カーブが苦しいんだけどね。もうほぼ直角ですよね、これね。しかも勾配がある感じだね。まだ反映されてないから折り返すかもしれないですけどね。地下鉄の本数が少ないからね。
ね、空港行きかな。ちょっと見えないね。これ空港じゃないな。見てみますか。この辺のやつ。早いやつ。ここにいます。ここら辺。しかしてない。なんだと、セーブだったから反応してなかったんだね。あまり利用されないんだね。50人待ってくれてる。90人を待ってくれてるんだ。もう一台増やすか。じゃあ400人も乗るんだよな。
ステージ近すぎかな。まあいいだろう。こっちの方にもちょっと街並みを作りたいね。まあでもちょっとね、実家、まあいいや。ね、ちょっと用事ができてしまったので、皆さんはね、鉄道でも見てもらおうかな。これなんだっけな。あ、でも、適当にこの鉄道でも眺めて過ごしていてください。ちょっと用事をね、一つ済ませていきたいと思います。戻ってきましたね。これは緑色のやつはですね、中央線の電車でございますね。私鉄の電車も発車を出ていってますね。AI がそう判断したんですけどね。新幹線は新幹線用の駅を作りましたからね。ここはね、ちょっと平面、いや平面じゃないね、どうにかやったんですよ。ここは新幹線は向こうの新幹線用駅に止まって、こっちはこっちで、ね、ちょっと渋滞がね盛んですね。あ、
赤い電車を。でもね、緑の電車を。緑の電車はそこ通過するだけだからね。こっち経由で、でも緑の電車もオートマルからね。新幹線が先にいたからね、一概にいいとかどうすればいいかとは言ってないね。だからこっちの路線とは分岐してるんです。あとはずっと行って、ね、ここを通ってここからこっちに合流して新幹線が走るやつとさっきの新幹線これだね。またここで合流するんですけど、新幹線はねこうね分岐駅で止まるんですね。で混んでます。新幹線止まれんのか。正面がくっついちゃってますけど、背の高いビルがあるから近づけないんだよカメラが。新幹線はこっち行くんだな。じゃあどうしようかな。なんかやりたいことはねパッと思いつかないんだけど、どうしようかなって感じですね。やることが思いつかないときはこっちのね新しいニューフロンティアをねちょっとずつ開発していこうかなと思います。やっぱこっちの方に町をちょっと小さい町を作ったので、今度こっちの方にね町をこの辺と絡めながら、でもここ公園なんだよね。ここから道を伸ばしていくか。やっぱちょっとローカルチックにしたいんだよ。
Thank you.
スだな、やっぱりね。バスって置けるのかな。50%で多い感じかな。そんなに待ってないから、ね、33人待ってるところがあるけど、まあでもちょっと様子見かな。
来ちゃったから大したことやってないんですけどね。今回はここまでということでしょうかね。皆さん、さいなら。